元山市、元山市は、土佐国の豪族。土佐七尾の一つに数えられる。本生は、八木市で、西方、大宝朝正法を、発祥地とした。八木市は、きつらゆきの、土佐日記に、八木の安典という人ありこの人国に、必ずしも一日か降るものにもあらざるなりこれぞた、はしきようにて、馬の花向けしたる守るからに、やあらむ国人の心の常として、 今はとて見えずなるを心ある者は、恥ずに名むきけるこれは、ものによりて潜る死もあらずと、八木や寿司教が、土佐国史の任を得たた辛い雪が土佐を去る際に、特に利害関係もないのに、自らの意志で訪れて、送別に加わるなど、すでに平安中期には有力な土佐国人としての姿を見せている。仏家としては、公安六年、百八十三年正月の譲り場に、 左コ証言、ヤギタめトキ、ユが見えるなど、鎌倉時代には、その存在が確認され、上群長久寺の地蔵連下名に、英徳2年、1382年団内図守るヤ安室な取るように、室町時代には西方のみならず、本山郷、深海、南国市、大井、岩村、塩江等、土佐東部に勢力を腐食していった。戦国時代に至っても、 池内天神社の大旦那八木みのるしげる、梅慶の父や、本山部禅宗、八木清茂、茂る衆ともいい梅慶のこととあるように、元山氏は、八木姓を称していた。元山氏が、西方から名字を取った、土佐国長岡郡元山里へ入部したのは、平安時代末期と考えられているが、諸史料には、移転が本教本山へ移し、本山と名乗り出したと記している。 土佐物語には、ヤギイテンというものが、何の頃にか、本山に来たりて居住す。その子かヤキラ、その子、シゲルシウまで三代、本生を、改めて本山と交す。是は、聖は源氏キラ氏の初流というとある。また、何度氏にも、元山氏は、聖は源氏キラ氏の初流ヤギイテン、初めて東国に来、城を築うんぬんとあり、源氏との関係が指摘されてもいるが、これは、 土佐吉良氏を滅ぼした後に吉良を称したためで、元山氏自身は平らを用いた。なお、本願寺は土佐物語巻録には、国中第一の要害なりと記されているほど難攻不落と目されたが、その所領の大部分は本山を中心とした山間部で、経済的には不利な土地柄だった。しかし、細川氏の支配が緩んだのを契機に難化して、 平野部に進出したことで土佐七豪族の一つとして誠意を誇り、最盛期には土佐西部の国史一条氏を別格としつつ、土佐一番の大名と呼ばれるまでになる。本山に今日構えた元山氏は、阿波小笠原氏と争うなどして、本山の支配権を確立し、周辺豪族とも輪を結ぶなどして、基盤を着々と固めていく。栄正五年、1508年、 元山氏が首謀者となって、平氏や山田氏と共同して、長祖壁県上を打ち滅ぼした、諸説あり、最近の研究では、長祖壁氏は、旧公安の事業問題で、天竺氏に滅ぼされたとの説もる。これにより元山氏は、土佐国内で最も有力な豪族となる。1530年頃、土佐の守護領国政が崩壊した。経済的に有利な基盤を持っていなかった元山氏は、 ここぞとばかりに、土佐中央平野部に、南下はじめ、元山茂州の時代には、朝倉城を居城として、土佐中央部を支配し、土佐七豪族の一つ木良氏を攻め滅ぼすと、着南、元山茂時は、木良姓を名乗る。また、土佐国史一条氏が、伊予の西園寺氏と争っている間に一条氏に、敵対。諸将の城を攻めるなど、茂州の頃には、 土佐豪族の中でも飛び抜けた存在となる。しかし、県所の維持、長我壁国地下は、お工場復帰後に、元山氏に服従の姿勢を見せつつ力を蓄え、茂州亡なきやと反抗を始める。元山氏は、国地下が吉田高頼をおこに迎えた時から国地下の体制を気にかけいたが、このままでは、土佐が戦乱の地股となると察した一条氏の勧めで、 国地下の娘を、着眼、元山重時の性質に迎えた。ひとまず西の間で証拠を保つが、元山氏は、幾度も、長祖壁軍と、一進一退の攻防を繰り返しつつも、徐々に勢力を削がれていく。1560年の長浜の戦いで、茂州の後を継いだ重時が敗れ、土佐平野部の支配権を失うことになる。重時は、倉城の東、神田城に入り、 土佐平原の要である、朝倉城を奪取しようとする長我壁家の寄せを、幾度も撃退するも、諸豪族、家臣団の離反が始まり守りきれなくなると、火を放って、元々の本居元山城に撤退する。病死した、重時の後を継いだ、元山忠重茂は、本山城も捨て、土佐の奥地、叔父、元山茂邸の守る竜の城に立てこもり、抗戦するも、 長祖壁元地下の圧迫にこうしきれず降伏する。これにより、戦国大名元山氏は、実質的に滅亡した。降伏後、帝修玄は、長祖壁元地下の甥い、姉の子にあたることもあるのかその際を認められたのか、親、修玄の名を与えられるなど、元親の返記を受けて、長祖壁家の一門衆に加えられ、着難、長祖壁信地下の家老として仕えた。親修玄は、 後年の九州征伐の際に、栃木側の戦いで信口と共に戦死した。長祖壁氏の没落後、元山佑と森茂邸の子孫から出た、元山貴材門が1614年、慶長19年三内部前神へ仕えて、以降は、元山氏は、土佐藩の上司として優遇され、明治まで加盟を流らえた。幕末期の直系の子孫は本山断造である。また、 江戸初期に分流した本山家の子孫が、土佐藩近畿天送薬の元山重藤である。また、桂浜の坂本龍馬像や高知城の板垣、大助像を制作した彫刻家の本山白雲は、戦国時代に分流した古い冒険の子孫である。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。